はい、どうも、ヤスオです。パロキシレディオやってまいりましょう。今回は何回目というか、天の子を挟んじゃって、回数が分からなくなっちゃったな。じゃあ早速ね、今回はエリスのパロキシまで向かっていく前に一つありましたね。グローバルグリフコードが使えるようになりました。コードの方はね、テロップで流してると思うんですけれども、ぜひね、マーケットの方から、こちらからですね、コードを引き換えて、こちらのグリフを入手してみてください。あとですね、クリエイタープログラムの方、予想受かりました。まあ、受かったから、まあ、何か変化あんのかって言われたら、特に今まで通りだと思うんだけれども、まあ、ぜひともね、今後ともよろしくお願いいたしますと。あとね、他にもね、日本の方で一人、クリエイタープログラム受かった方がいるみたいなので、まあ昔からね、パートナープログラムの方で活動してたという方なので、ぜひともね、そちら見てください。はい。ツイッチの方で活動してる方みたいで、まあライブ配信メインですね。はい。あと、パソコン版だったかな彼は。はい。で活動してるみたいなので、まあぜひね、よかったら一緒に盛り上げていきましょうということで、宣伝の許可取ってないけど大丈夫かな勝手に宣伝しちゃったな名前はまだ出してないから大丈夫だろうはい。で今回ねお話しする内容としては、もうそろそろねダイモスの心臓ということでアップデートが控えておりますね。残り10日ですか、26日にアップデート予定なので、いや楽しみだな早いこと来てほしいな。しかも CS 版とね同時アップデートなので、いや、これは楽しみだな。いや、今日ね、動画の方でクリサリスの、なんかアビリティ、移植可能アビリティみたいな感じで動画上げたと思うんですけれども、本当はね、この組み合わせみたいな感じで、ちょっとそういうのもご紹介してきたかったんだけど、尺的にね、アビリティ紹介するので、精一杯だったら、ね、20何分かかったからね、アビリティだけで。いや、みんなさ、どんな組み合わせやろうと思ってる？俺ね、フロストがね、なかなか決まんないんだよね。フロスト難しくない？特にさ、俺の前紹介したさ、4番と鎌倉を張っていくっていう、アバランチで走行値取りつつ、範囲殲滅もしつつ、まあ、CC もかけられるよっていう感じの構成。で、さらに鎌倉で守っていこうみたいな感じでの、ビルド紹介したと思うんだけども、あれの、移植どうしようかなとかね、すげえ迷ってんだよね。ぜひともね、コメントの方で皆さん自分の構成をちょっと書き込んでみてください。クローマとかはね、プロティアの3番とか、あと火炎クローマだったら、そうだな、俺だったらガルダのアビリティ2番と組み合わせようかなとか、あとアッシュだったらバンシーのアビリティとか、うん、組み合わせたりだとか、あとニュックスだったら、オベロンの1番とか、と組み合わせたりだとか、結構いろいろと考えてるんだけれども、まだまだね、構成考えてるんだよね。霊気クローマにバルキアのウォークライとか、あと、そうだね、バルキアのウォークライのアビリティをエクスカリバーとか、あと、なんだろうな、アッシュも影響したっけ？ 4 番ブレスト、どうだったっけ？まあいろいろと組み合わせパターンがあると思うんですけれども、とりあえず話長くなっちゃったな。じゃあ早速、パロキシの方を見ていきましょうか。ガウスにさ、ネジャの1番とかさ、面白そうじゃない？パッシブでさ、やっぱ、溜めやすくなるからね、移動速度上げたら。とりあえず、この今回、パロキシのボイドシグナルから買ってって、よし、これで。買ったと、後で行きましょうか。で今回の新商品としては、待てよ、その前になんかもっと良くない？これ今回プライムモッドかなり有能じゃないですか、今回のパロキシ。プレッシャーポイントでしょ、あと索敵と、あとアークイングの威力か、まあ全然腐らないもので、さらにプライムドフローもあるので、今回のプライムドモッドかなり優秀ですね。あ、武器がちょい微妙って感じかな。あ、でもメサのイモータルスキンってそんなに持ってきてないよね、確かね。あとは、アクセサリー関係なんだけれども、そうだね、まあこの締め付け感シャンダナが使い勝手がいいかなぐらいで、このレリックは何だろう？ A2 レリックってことは AK レックスか AK バスとかどっちか、あ、AK レックスプライムですね。こちらのレリックが来てると。あ、バロキシのエフェメラ持ってきてるんだね。これ2回目だよね、今回で。
はい、で今回の新商品がプリズマのロータスシジル。ここにあるってことは多分新商品だよね、シジルで。おお、この光り方すごいね。なんか中央に向けて光が通ってるね。あとブロック状の光といった感じで、ほらいいよ、みんなバルクシ攻撃していいよ。ほらほら、いいねいいねいいね、いい連携だ。おお、バルクシ死ぬんじゃないか本当に。はい、残念。ほらみんなバロキチ回復しちゃったよ。みんなもっと攻撃しなきゃ。いいねいいねいいね、いいよその雨の降らし方、うん、このバロキチならみんなどんどん攻撃していいから。大丈夫大丈夫、俺が回復させっから。クレイジーダイヤモンドできっから俺。もういいね、よし。なんですか、うん、持ってるね。バロキチまともなものをよこす気はないね彼ね。やっぱりバロクシはバロクシだということで、以上予想でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。